はい、ついに事故ってしまいまして、車が大破しました。ライトが完全に取れてます。前のナンバープレートの部分も取れてます。もうこっち側も、こっち側は大丈夫ですけど、もう、こっちの反対側ですね。向かって右側、ぐにゃぐにゃです。この辺も曲がってしまってます。ドア、もうドア開きません。まともに開きません。一応ここは、後ろドアは開きます。で、回収したナンバープレートと前の部分、持って帰ってきてます。回収してきてます。ここ入れてあります。で、これを今から、車の修理屋さんに持っていこうと思います。レッカーでここまで運んでもらったんですけど、またレッカー呼びます。後ろは全然壊れてないです。はい、車直ってきました。修理出してからだいたい1ヶ月ぐらいかかりました。前の部分、元通り戻ってます。戻ってますが、ちょっと色が違いますね。前にここは緑色だったのが、全部緑だったのが、メタルに変わってます。色メタルに変わってます。部品がちょっとこれしかなかったんでということで。でもまあ逆に、こっちの方がかっこいいかもしれないですね。はい、歪んでたドアの部分、向かって右側のライトも完全に直ってます。車屋さんの技術はすごいなって思いました。ドアもちゃんと開きます。皆さん、事故には気をつけましょう。スピードは出しすぎないようにしましょう。ちゃんと確認しましょう。以上、事故のレビューでした。